吉川義夫は日本の政治家、元自由民主党参議院議員、新潟県出身、早稲田大学第一政治経済学部卒業、新潟県議会議員を5期務めた後、1983年の参議院議員選挙に出馬し初当選。自民党内では田中派に所属、1987年7月に、 竹下登らが、形成会を結成した際は残留し、二階堂を進村の二階堂グループに属した。1990年の衆院選で、二階堂グループは解散状態に追い込まれるが、選挙翌日の同年2月19日、吉川の高知会議入りが内定した。1988年12月、竹下改造内閣で、科学技術政務次官に就任し、 翌年の宇野内閣まで務めた。2000年7月、第2次森内閣の労働大臣として初入閣。同年に、派閥領収の加藤光一が起こした、加藤の乱には組みせず、加藤派から独立した堀内派に参加した。2001年1月、7月の第19回参議院議員通常選挙の自民党、公認候補に決定したが、 新進党から自民に入党した現職の長谷川、道郎と第18回参議院議員通常選挙に自民党公認で立候補し落選した前職、真島和夫の公認、推薦をめぐり自民党本部と新潟県連が対立。こうした中、同年3月、急病のため入院。4月、病気を理由に公認を辞退。政界引退となった。2001年、 君一頭髄法相受賞。2018年4月6日。肺炎のため死去。86歳つ。ありがとうございます。